転売ツールね。大阪の宅部です。ちょっとこのまましときますわ。これね、上なんぼじゃ。難しいんですよ、パソコンに。1999円で仕入れたらね、これを。だから9500円、1円儲かりますわ。9501円。販売価格11500円。ヤフーで売ってください。などってね。で、これね、いいか。このね、画面のね、見てください。画面のね、YouTube の画面のね、出すでしょ。こんな風にね。真四角ね。ここにね。この下にね、この下のところ三角マークがあるんですわ。逆の三角マーク。それをクリックして、URL がありますから、それからお申し込んでください。多分これでも、いや、その方がええわ。そうしてください。こっちにも申し込み画面ありますけども、確実なのは、私の三角マークね、この下の。で、値段ね。で、これよりね、私のこの三角マークね、この下。ここで、どこで、どこで。で、このね、三角マークのこの下のとこピンと押したら UR 出ますから、そこから申し込んでください。これはあまりパッとしませんわ。ね、こんな感じね。2から行きましょうか、もう一回。難しいんですよ、これ。19,800円。これね、この、何べんも言うけど、ビジネス本10位ね。1位か。何でもいいと思うけど。こんな感じですわ。クリーマーハッカーって言いますね。こんだけ儲かるんですわ。ね、儲かるとこだけ。何べんも見ますよ。三角マークのこの画面のね、これ YouTube の画面としますでしょ。ここの下のとこ三角マーク、これを押してください。あれ、編集画面で出ます。それを URL クリックして、そこから申し込んでください。これ何べんも言いますけどね、ツール買ったもんが勝ちですわ。100倍稼げます。この人ですよ、作ったの。転売。月間2000万以上。この後、貿易商ですわ。この方。不正有害さんですよな。茨城県ね、この人。こんな感じですね。買ったらあなたも億万長者。もうちょっと喋りますわ。大変なんですよ、これ。なんや。これメモリいっぱいでね、もう途中で切れるしね。動画も入ってますわ。19,800円ね。ということで、一段。こんなもんが来るんですよ。こんだけあったらもう勝ちですわ。転売でも貿易商できますわ。私、芦屋のね、これ偶然にね、もっと喋るから、偶然にね、いろいろ株とかこっち来たんやけどね、芦屋のお嬢さんのお父さんが300坪の家建ててんですわ。それでね、貿易商なんですわ。つまりね、そういうのについちゃったんじゃないけど、貿易商になれますよ。これがあれば。財産の声出したら、そういうことって一回切ります。